はい、皆さんこんにちは。今日はですね、今日の ASJ チャンネルは、タイトルにありますように、研究者と一緒に、で、私が研究者かどうかかなり疑問ですけども、脊髄損傷を知るということで、ここ2、3年の、脊髄損傷にの特に細胞治療についての、論文を見てですね、僕は何か有望かなと思うようなものも含めて、お話ししながら、1時間ちょっとぐらいで、今後どういうことをやっていったらいいのかっていうのをやっぱり考えていきたいと思います。で、今日せっかく来ていただいているので、それぞれ紹介しますと、小橋さんでいいですか？はい、そうです。小橋さんで小す橋ね。です。はい。小橋さんで、もともとはモトクロスの、チャンピオンで、そのモトクロスの時にやっぱり脊髄になられたわけですか。そうですね。そうですはね。い。それから、あとは2人、酒井さんとそれから伏見さんですが、これはもう一番最初3年か4年前に、その脊髄損傷の細胞治療について、ここで、もうニコニコ動画を始めたぐらいの時に、来ていただきました。で、酒井さんは今はもう、立命館大学ですね。で、脊損の、治療や、いろんな歴史について、研究されてるんで、いつか機会があったらぜひ、こういう、医療の話ばっかりじゃなくてね、そういうも、歴史の話も聞きたいなと思って。で、もうお一方は伏見さんで、これはもうずっとこの NPO が立ち上がる時から、腐れ縁ではないんですが、長年の付き合いでずっとやってきてる。で、そういう意味では、脊髄損傷の患者さんと、私たちをつないでいただける、一番大きなパイプになっていただいております。そういうことでですね、ちょっとこう話を始めたいと思うんですが、画面出ますかね。最初にですね、ちょっとこう今日のテーマみたいな話をしたいなと思います。で、それはですね、例えばこれ日本の、報道の話を主にしたいんですが、僕も現役を辞めてから、いろんな新聞や雑誌、さまざまなところで、iPS あるいは幹細胞を使った治療の話が出てきます。で、僕自身もですね、2000年から、大体2007年ぐらいまでかなは、それのディレクターとして、いろんなコーディネーションしてきたわけですが、その時と比べると、じゃあどのぐらい、こういう細胞治療が患者さんに対して、誇れるような進歩を遂げてきたのかと。で、そういう目で見るとですね、これは実際に慶応大学の中村さんの話がやっぱりこう報道に出てるんですが、で、こうやって見たら、やっぱりなんかこうリハビリとやっぱり細胞治療でなんか治るように書いてあるわけですね。しかし、これよく見てみると、ここに書いてあるように、結局はマウスの実験の話が、ほとんどで、日本の場合もですね、結局よく考えていくとマウスの実験で終わってると。で、皆さんご存知のように、例えば、高橋先生のやつなんかは、実際の治療までいってるわけですけれども、特に脊損の場合はですね、僕が、実際にこれのいろんな、ディレクターになってる時からあんまり変わってないんちゃうかっていう印象があるんですね。で、一方ですね、例えば、この論文が出たと、今日も紹介しようと思ってますが、すぐに伏見さんに僕メールしたんですが、例えばこれは一例だけしかまだないんですが、 BBC です。で、あれどこかな、これ、これ違う、これザ・ガーディアンですね。これはちょっと待ってくださいね。BBC はですね、やっぱり一例で、これ、もともと慢性期の、アジアスコアでいうと、もう完全に一番大きな、動けなかった人が動けるような写真を2014年に
出してるんですね。で、あのこれは、まあ、BBC だけじゃなくていろんなところで、あのイギリスの研究所も参加していたということで、ものすごく大きな反響を呼んだですけど、日本ではほとんど何もされない。ですからやっぱり患者さんたちがやっぱ一番望まれてるっていうのはですね、やっぱりまさにこういう問題じゃないかと思うんですね。だからそこにこの100点に向かってどこまで行ってるのかということをちゃんと言ってもらわないとやっぱり分からんわけですね。だからやっぱりそういう話を、まあ、今日はちょっとしていきたい。でそういう意味で言うと、なかなか日本の場合はですね、なんか専門家だけには分かるけども、患者さんには、まあ、分かりにくい。やっぱりなんか小橋さんがいつなんやって叫びたくそういう話がやっぱり本当のとこ分かりにくくて、しかもですね、先生にも聞きにくいという話の状況があるんちゃうかなっていうので、まあこれがまあ今日のテーマ でそこに関してどんな風になったらいいかっていうのをですね、ぜひまあ皆さん、まあ思いのイメージをいろんなことを言っていただいたらいいと思います。でこの論文に関しては後で紹介しようと思います。だからでまたパワーポイントに戻りますと、ですから、まず今問題意識を言いましたけども、まあちょっと一般的に勉強してて、意外だなといくつか思ったことがあってですね、一つはこれ世界中で脊髄損傷の、起こる頻度が書いてあるんですね。で赤いところが高い、まあ実際には、10万人あたりですかね、40人、50人っていうかなり高い頻度の話ですね。これヨーロッパで結構フランスやとか見ててもそんな高くなくて、これ調査してないところはこれブランクですけども、日本は高いんですね。でニュージーランドも高い。これラグビーとは関係ないと思いますけどねまあアメリカ、日本、それからニュージーランドが高いっていうのはちょっと意外だったですね。でまあそういう意味ではかなりの方が、今でも脊髄損傷になっててですね、しかも、損傷が起こってからは時間が経つとですね、なかなか、回復しないんだろうというふうに言われてるわけですね。ですから、そういう問題に対してどう治療を、まあ、計画していくかということが一番大事になってくるわけですね。ですからそういう問題を知るのにですね、まあぜひ読んでいただいたらいいと思うんですけども、これいつでも資料は提供できますけども、このネイチャーがですね、僕は難病の患者さんと一問話をするときにこの雑誌をいつも使うんですが、ネイチャーがディシーズプライマーっていう雑誌を出してます。でこれはですね、ちょっと専門家向けの家庭の医学へと、ですからやっぱりこういうふうに疫学調査から、それからメカニズム、それから治療に至るまでものすごくコンパクトによくまとまっているものなんで、まあ各患者さんの団体のところで、まあ別釣りを揃えておかれるとですね、どんなことが行われているのか、それからどんな先生がいるのかっていうのを調べるにも大変役に立つ。で幸いこれ脊髄損傷は、ちょうど 3,4 ヶ月前にこの特集があったんですね。ですからまあそういう意味ではこれを使わせていただいてます。でこういうこれのいいのはね、こういう図が載ってるんですね。これ残念ながら全部英語ですけれども、どうやったら診断できるか、そのまあ状態を診断するんですけども、それから実際に何が起こっているのかっていうのをで、何が最終的に起こるのかとか、それから、今ちょっと始まる前に議論したんですけども、痛みとかそういう実際の患者さんが困っている問題で、そういう問題もきちっと書いてあります。で最終的にじゃあ、どういう形で、マネージメント治療をしていったらいいのかっていうのが、まあ、こう一枚の図に書いてあるので、まあ、そういう意味では皆さんがまあ整理してもらうのに、だからこんなんもなんか訳してですね、まあ、みんなに配ってもらえるようにできればいいかなと本当にいつも思いますけど、なかなか僕自身は全部やるっていうのは難しいんでやれておりません。
それでですね、先ほどからの脊髄損傷じゃあ、どのぐらいの研究が行われているのかっていう話をちょっとしてたんですが、このディシーズプライマーに載っているのでは主な知見がここに出てます。でどういうことかというと、これファーマコロジカルというのはお薬の知見ですね。でこのフェーズ3というのはかなり、終わりに近づいてるよって。で僕もちょっと全部知りません。なぜミノサイクリンが効くのかどうかというのは、あのミノマイシンというやつ、抗生物質ですが、でこういうあの抗体薬に至るまで結構フェーズ2を終わってるのがあるんですね。で先ほどあの星見さんから聞くと、日本でもなんかこうどう言いますかね、何やったサンバイオのなんていうサンバイオが、まあ、どっか の、はいはい、あのお薬がいってるっていう話が、はいはい、でも簡単にその報道やら出てくるんですけども、で本当にそれがどのぐらいのとこまでいってるのかっていうのもやっぱり本当患者さんも報道と比べていかないかんとですね。でその時にですね、あのちょっとあのお話してたんですが、このクリニカルトライアルガバメント、これ皆さんコンピューターで打っていただくと、あの簡単にこのサイトが来ます。で、このサイトで調べられると、だ例えばですね、まあ今日はスピナルコードインジュリーですが、その時に3倍落ちるのはダメですけど、例えばドラッグですかね、ファーマコロジーね、コロジーと打つと、ファーマコロジーではないかもしれへんですけども、実際には169ぐらいの、お薬の、実際に患者さんを標的にした、治療トライアルが起こるというのはすぐ見れますから、こういうものも、すぐに情報としてね、患者さんが聞いてこられたらチェックする。でこれに本当に3倍をあるのかどうか、例えばまあこれ3倍をって入れていいのかどうか知らんけど、例えば3倍をというお薬やでした。いえいえ違います、それはメーカーというかあの開発してるところですね、うん、あ日本ですか。日本です。まあ、ないと。この場合は3倍をで売ったらないですけれども、まあ、基本的にはやっぱりそうやって調べることができます。で、これ製薬メーカーで調べられるのかな。例えば、ファイザーで来ましょうか、はい、ファイザー、あ、ないですね、やっぱり。だからやっぱりどこがやってるかとかいうのは全部わかりますね。で、ですから、まあ、そういう形で一つ一つ調べていけるっていうので、まあそういう情報もね、やっぱり例えば東京も関西も一緒にやってられるから、まあ基金の方でしっかりとなんかこう体制を取っていかれて、本当にそれは期待できるのかどうかっていうのがですね、いつも患者さんの側でチェックできるいうようにしてしたらね、で僕らもいくらでもお手伝いしますから、あの恨まれても構いませんから、だからあのどんどん、はい、いいものと悪いものをやっぱりちゃんと分けていくということが僕は大事かなと思いましたね。で、今言いましたように、結構お薬もそうです、それから、実際にはプロシーダルというのは、まあ、一応いろんな、例えば、こうプロセスですね、そういうもので、これ見たら分かりますけども、ちょっとここの、神経液を抜いた方がいいんではないかとかですね、はい、そういうこと、それから、実際に神経に効く、特にこれはスティミュレーションというのを今、はい、よくやられてます。でこれもフェーズ1ですね。それから多分皆さん一番興味がある、細胞に関して言うとですね、セルベーストセオリー、セラピーだけで言っても、実際に今ここにあるように、オリゴデンドロサイトっていう、まあ、これはグリア細胞ですが、
手腕細胞に最終的にはなるものです。それから手腕細胞そのものを入れる、それから、再帯血ですね、それから骨髄の細胞、こういうものを使ったっていうのがあります。残念ながらその日本で今研究されている iPS は、目では行われてますけれども、iPS はないで、 ES 細胞もすでに行われてます。で、その結果がどうだったかまだちょっと知らないですが、でそういうようなことが調べることが簡単にできます。ですからかなり多くの治験が行われていると思って、で、スパイナルコードインジュリーだけで調べると、先ほど調べてびっくりしたんですが、900近い治験が行われていて、ですから一つ一つの結果をやっぱり、僕らも注意しますからウォッチしていって、なんか情報として出していくことが大事だと思うね。だから何かこうもう浮ついた報道だけでやっぱり判断したらあかん。だから今判断するためのいろんな手がかりがあります。なんか来てますかね。なぜ高いのか。これクリニカルトライアルゴブって書いてあるのでガバメントの略です。でただクリニカルトライアル GOV でやれば出てきます。そういうことで研究の数は多いエリアだと思うんですね。ですから決して誰も諦めてはいないと。で多分解剖で脊髄損傷で、もちろんいろんなものが起こされるんです。皆さん自分でかかってない人はですね、単純に動けなくて感覚がないと思われてるかもしれないけど、自律神経もあるしいろんな神経がありますから、やっぱりみんなが思う以上にいろんな不便を感じられることも間違いないですね。で ただ脊髄損傷の時に僕自身が素人として考えると、実際には感覚神経というのはですね、一本の神経が最終的に脳の方まで上がってきます。で交感神経節っていうのがあるんですが、これが神経の細胞がおるわけで、両方とも二股で、手を伸ばしてるんですね。ですから損傷が起こるとですね、多分この辺が切れるわけですから、結局この感覚に関して言うとこれが上まで伸びていってくれるということが大事になるんですね。だから今脊髄損傷の時に決してモーターだけじゃないですから、上から下に決めてしまうのは間違いで、上から下も下から上も全部直していかないかもですね。で一方ですね、これから手を動かそうと思って動かすというのは、ここで脊髄の中でシナプスを作りますから、それぞれの筋肉に対しては別の神経が走ってるんですね。ですからここまでなんとか、脊髄の中で神経を到達させてやればいいと。でそういうふうなことをやっぱちゃんと理解してもらう方がいいんやと思うんですね。でですから、こういうものにかなったような治療を、しっかりと考えていってくれる先生が多分一番信頼を受けるんちゃうかなと僕自身は思います。それでこれは同じこと書いてあるんですね。これはそれから例えば感覚神経ゾーンといって、ここは神経細胞がありますが脳まで行く。で、今度はここで動かそうと思ったものは一回脊髄の中でリレーがあって必ず、また今度筋肉に行くという構造になってるんで、これをやっぱり忘れてもらうと困っていますね。で今日は細胞について考えたらいいと思うんですけど、実際もうちょっと分かりやすいさっきの今日なかなか一番読んでですね、ごめんなさい、これが一番新しくて、皆さんにぜひ紹介したらいいと思われる創設がこれでした。でこれはですね、今年出た創設です。でこれはネイチャー、何やったかな、
ネイチャーレビュー、なんて言った、書くの忘れちゃってる、ネイチャー系の雑誌に出たあのレビューです。で、大変よくまとまってるので、まあ、まずこのお話からしたいと思うんですけども、坂井さん歴史やってられるって言うけど、結構あの脊髄損傷に対して細胞を治療をやろうっていう歴史は割と古いんですね。で、もともと1975年にアイデアが出てくるんですね、治せへんから。でしかしそのまあなかなか今までもそんなに進んではいないと。でただ一番大事なのは、一つの細胞だけが行われているわけではない。ですから、ほぼあらゆる細胞が今までトライアルされてた。で実際に僕がまだ現役の時に伏見さんや大浜さんたちといつも心配してたのは、あの中国でやってる鼻の神経の話なんですけども、鼻の神経を、脊髄損傷の場所に注射することで再生を図ろうというやつがあったんですが、あれも実際にはまるっきり間違ってるわけではなくて、きちっとした治験としてちゃんと行われてるやつはたくさんあるんですね。ですからいろんなアイデアを、まあ、はっきり言うと本当に臨床的な価値があるかどうかをきちっと調べるということがやられるかどうかが大事だと思うんですね。でそういう意味でですね、これちょっと見にくくて申し訳ないですが、このここに書いたのが全部今まで使われたことは、実験動物も含めて使われたことがある細胞なんですね。でちょっと説明しますと、手腕セルっていうのは、神経の周りのなんていうかな、絶縁体を作っている。ですから神経がさーっと通っていくための早い、伝達をサポートしている、まあ、グリア細胞ですね。それから次に今話が出たオルファクトリーエンシーシングセルで、やっぱり鼻の細胞で、結局これも神経というよりはやっぱりグリア細胞を使おうというものです。それからメッセンカイマルステムセル、でこれは骨髄やそういうものから出てきて、じゃあ骨髄の細胞がなんでこのものに効くのかっていう話は、やっぱりこれ自身がいろんなものを出してくれるんですね。ですからちょっと後で説明しますけれども、まあ神経の再生を促してくれたり、神経が元気でおるためのいろんな分子を出してくれるかもしれんという期待でやってるわけです。それから次にニューラルステムセルですね、要するに神経幹細胞という。で日本はですね、これ実際にはこれをどこから取ってくるかというと、どうしても胎児を使うということで日本では今禁止されていますが、禁止ではなくてモラトリアムですが、結局このニューラル、まあ、神経幹細胞に関しては、いくつかの治験が進んでて、で割とはっきり言うと実験的にも有望な結果が あります。それからで今割と日本で騒がれているのが、このエンブリオニックステムセルか、インデューシブルプルリポーテッド iPS ですね。ですから結局何でもなれる細胞を使うっていう話で、これ原理的に言うと何でもなれる細胞はいつでも使える。でただ現在これがいつ実現するかっていうことの、どう言いますかね、タイムスケジュールを考えて他のものも考えていってもらう必要があると思うね。だから他の方法がもし効くんであれば、それが100点でなくても使っていってみるっていう考え方はあるんですね。でそういうものの最終的な究極の細胞として自由にコントロールできれば、当然その ES 細胞であるとかインデューシブル iPS は使えるようになる。
ですからこれだけたくさんの細胞があるわけです。で実際にですね、僕はまあ何年か前に辞めたんですが、これが報告書ですけれども皆さんに対する、その時に大浜さんが書いてくれてるんですが、やっぱり早う臨床研究やってくれと、でしかもオールジャパンでやってくれと。で今神経、ごめんなさい、脊髄損傷に対してで何グループ日本でやってるのかいう話になってきた時に、やっぱ本当にそれがオールジャパンでやれてるかどうかいうのはやっぱり僕は反省すべきやと思いますね。でそれぞれのところで開発された方法をやっぱりみんなが使い合う、でできればそのタイムスケジュールに合わせて、そのタイムスケジュールで補い合っていって究極なものを作るぐらいの本当のあの協力関係っていうのがオールジャパンやと僕は思うんですね。ですからやっぱりなんかそういうふうなことをやっていってほしいなということが思われました。でちょっとだけそのじゃあこういう細胞を使ってどういうことが行われるかっていうためには、その何が起こるか、脊髄がその損傷した時何が起こるか、それからその起こったことをどうして治そうと細胞で治そうとしてるかっていうことだけちょっと今の創設を使ってこの図絵を見て、で英語のとか忘れていただいて絵だけ見ていただいたらいいと思うんですが、例えばこれはもう完全な正常の、脊髄だと思ってもらったという、でこうやって神経がこう走ってるわけですね。でその神経は全部このさっき言った絶縁体で守られてます。でこの緑が絶縁体ですね。だからさっとこう伝達いくんですね。1メーターも離れてるところに結構時間かかりますからね。だから思ってるよりなかなか表から1秒して初めて動くとかいう状況にやっぱ大きい恐竜やろそうやったらと言われてるね。でやっぱりそういうことになる。でそれをですね実際には、ここが損傷されます。でそうすると神経が切れるんですが、神経だけじゃなくてやっぱここ全体の組織が、炎症もいろんなものが起こります。なぜかというと血管がやっぱり切れるんですね。で例えば先ほど言いましたその、鼻の細胞なんかは血管の再生に関わるような力があるということも知られてますから、やっぱり血液が来なくなるとどんなところでもやっぱり細胞死んじゃうんですね。だから僕らでも脳卒中を起こしちゃうと、もう僕はもう小さいの穴あるんですけどね、実際には落目拘束とかね、血液が来なくなるとでもそこはきれいになくなって穴開いてます。だからそういうことが実際には外傷で起こるんですね、外側で。結局徐々に、こういう血液の来なくなったところをその、鈍色するグリア細胞やがこうきれいにしてくれて空洞ができてしまうっていうのが今の状態です、まあ脊髄損傷で、これが実際に抱えてますけれども、まあ、割と脊髄損傷自体の経過がしっかり出来上がるのが、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいでも出来上がってしまうという意味では、それ以降は大体同じ状態が続くというふうに考えられたりと思う。でじゃあ細胞を入れることによって何が起こるかっていうことですが、まあ、一つはそのここにいろんなまあ、はっきり言うと役に立ちそうな活性を持ってくる。で骨髄を入れる、あるいは鼻の細胞を入れるっていうのは何かこう神経の、まあ、こう生存をサポートしてくれて、もっともっと伸びようっていう思いをこうサポートしてくれるような、まあ、いろんなマトリックスをここに放り込む。であわよくば神経があってですね、そこでリレーしてくれたり、そういうことがあったらいいなっていうことは考えてるわけですね。ですから、神経幹細胞を注射するのも神経を再生するだけの話じゃなくて、もう一つはやっぱり
神経が伸びたりそれから生き残ったりするための、まあ、重要な増殖因子とかそういうなものを出してくれるかなっていうのが大事なポイントです。でもう一つは、まあここでですねいろんな炎症による反根化が起こりますから、そういう反根化がどんどん進んでしまうとですねやっぱり脳梗塞も一緒でそこはもう元に戻しにくくなるんで、そういう意味ではその反根化が起こりにくいようにする、である程度こう中途半端な状態でいつでも再生が起こるような状態になんとかできへんかっていうようなことをみんな考えてやってますね。で、じゃあどのぐらいの結果があるのかということなんですが、今のところ、さっき の創設で言うと、効果があるという論文はたくさんある。しかしその確実に効果がこうやれば出てくるというまだ切り札はないと。ですからはっきり言うとこれ僕が、こういうエリアをディレクトするようになってからもう十何年経ちますけども、残念ながらそれほど大きく進展していないというか、あれだけの数の、治験が行われててなかなか進展が遅いということを、まあ、言わざるを得んだろうなと。でしかしね、で最後まあこうもうバーッとさっきやっちゃった後は議論したらいいと思うんですけど、しかしまあそれでもこう外野から見ててなんか役に立ちそうなやつであるんですね。でその一つがですね、僕が見てまあなかなか面白かったのはこれは去年やっぱり出たんですが、これ日本人がシニアオーサーです。でスタンフォード大学かな、どこやったか、アメリカの研究グループがやっているところで、この調べたらこの方は2番っていうのが北海道大学になってますから、まあ、北海道大学にも帰ってこられたんでしょうね。でここでこの論文は何を言うてるかというと、実際にですねまあ、これは割と早い段階なんですけども、脊髄損傷が起こった時に脊髄から取ってきた神経幹細胞を、乗せるとですね、実際にはその乗せた神経幹細胞はグリーンですが、そのもともと持っていた神経が伸びてくる、その中に伸びてくる。 ですからここで全部で言うと、まあこれマウスの話ですけれども、実際に1ミリぐらいだともう 50% ぐらいの神経が1ミリぐらいまで伸びてくるんですね。でまあ実際3ミリぐらいになると、まあ、10% ぐらいに落ちるっていう話ですけども、少なくとも、元の神経はきちっと伸びる力がまだあるぞ。だからこれを利用しない手はないだろうなと僕思いますね。それからこういう時に今先ほど3倍用の話で出てましたが、お薬がどのぐらい効くのかっていう話で、でこれも全部ネズミの話ですが、ごめんなさい、一つだけですね、これサイエンスに出たと思うんですが、これはエポセリ論っていうどうですかね、がんに使うお薬なんですけども、まあ難しいですけど微小管っていうのがあるんですけども、細胞の向きを決める分子、細胞の骨格を決める分子をちょっと力を止めてやると神経が行く方向が決まる。それからもう一つは炎症が起こってきてこの空洞ができるのが細胞の力が落ちますから止まるということで、結構使えますよっていう話があります。ですからこういうものを組み合わせていってもらうということが本来は大事かなという感じがします。でちょっとこの例えばもう一つの創設で、これはですね、この創設を読んだんですけども、
これはカナダのグループの創設だったと思いますが、そうすると、まあ、彼らは要するにそれぞれの損傷に対していろんな細胞が別々の働きをするはずやから、まあ、こういうものをうまく組み合わせたらいいんじゃないかというプロポーザルですね。やったらいいわけじゃないけども、だからやっぱりメカニズムをしっかりちゃんと調べてもらうことで、はっきり言うと、新しい治療が行われるかもしれない。で、僕ちょっと残念やと思うのは、今どの細胞がええかだけ話いっちゃうんですね。で、どの細胞がなぜ良くてなぜ悪いのかっていうことに対する議論があんまりない。で、それは今言ったような、こういうきちっとした研究でですね、実際に元の神経が伸びるかどうか、それから、方向性がちゃんと決まってるかどうか、そういうきちっと物事が判断できるようなデータが、地道に蓄積されることが大事かなという感じは一つはします。とはいえですね、やっぱりじゃあもう、まあ、まだまだこれネズミですから、基礎段階が。で、まあ、時間だんだん言うと一例だけですね、はい、2014年に先ほど一番最初に写真でお見せした映画でお見せした BBC の映画でお見せした症例報告があるんですね。で、これはあんまり有名な雑誌ではないです。セルトランスプランテーションっていう雑誌にですね、イギリスのグループとポーランドのグループが出して、で、多分ポーランドだったいうのもあってあまりこうみんな注目しないんだと思うんですね。で、どういうことやったかというと、まあ、実際にはレベルでいうと星見さんと同じような感じのところですけれども、結構ディープな脊髄損傷があって、で、そのところにこう、まあ、こう盛り上がったスタンプができてたわけです。で、実際にこの方はだいたい脊損後1年ぐらい経ってますから、はい、まあ、先ほどの話でいうとほぼ3ヶ月ぐらいで出来上がってくるとすると、まあ、完全に安定期のこの半根やらも全部出来上がった後だと思ってる。で、そういう方からですね、ここを切り取るわけですね。で、実際に先ほどのところにちょっと戻りますと、こっちか、かなり広いダメージがあって、で、何をやったかと言いますとですね、これいくつかのことをやってます。これ難しいんですが、一つはですね、この方のオルファクトリバルブって何かというと、要するに嗅球と言われて、匂いの神経が一番最初にこう来るんです。だから鼻からこう一番最初に鼻の匂いの神経が投射する場所なんですね。それを嗅球と言います。ですから、これこうやって鼻から行くと別に大きな手術しなくてもちゃんと引っかいてこるんで、救急からだから患者さんの救急からちょっとこうまあかじってきてですね、で、細胞を培養します。ですから、ここからの神経幹細胞があるんですね。それからもう一つは、これもやっぱ患者さんの足の神経をですね、一本長いのを取ってきて、で、4本こうブリッジする。で、これはまあ、はっきり言うと神経が伸びていく時の土管にするっていうか、そういうイメージを持ってる。要するに足場にする。で、もう一つは救急で取ってきた細胞をですね、上と下の両方に注射するんですね。上と下の両方に注射する。ですから、結構大変な手術をやってます。で、 ですから、まあ、今のところまだ一例報告だけなんですが、ただやっぱりこれ BBC も出すように、回復は、まあ、驚くべき回復ですね。で、まあ、ちょっと見たらいいと思いますけれども、まあ、この方、まあ、ポーランドの方ですが、まあ、一応自力歩行を今練習されてると。で、ちょっとこう手術の
圧が出てきますけれども、あ、ここですね、これ QQ っていうのはこれで QQ、 ここをこう、まあ、かじってきます。ですからこの患者さんはかじられた後ちょっと匂いが感じられなくなる。で、全部取ってですね、取ってそこをまあ、ブリッジかけるんですね。だから、あらゆることを可能性を、まあ、トライしてると思ったりとかね。この方は、この方はイギリスの研究所におられる方ですね。だから全くポーランドだけでやってるわけなくて、結構新しい機械も使ったいろんな研究が行われてます。で、まあこれも僕はやっぱりものすごく説得力があるなと思ったのは、こういうふうにしてですね、ずっとリハビリを続けるんですね。まあ、で彼がもう、まあ、付きっきりでそのファウンデーションが、まあ、基金みたいなのがあって、彼の、リハビリをずっと続けて、でなんと、まあ、5ヶ月ぐらいになって急に電気的に信号が、動き出すんですね。で、最終的にこういう形で、歩けるようになるということでですね、これ僕はやっぱり一番なんかある意味で説得力があったのは、まあ、この後これなんですね。回復のカーブがあって、これアジアスコアっていうのがあって、 A っていうのは、まあ、全然動かないっていうことなんですが、こう見ていただくように、もうずっと、まあ、アシステッドなリハビリを続けていくと、途端にですね、6ヶ月のと急にワンスコア上がるんですね。で今のところまたちょうど1年目ぐらいでもうワンスコア上がる。でこれ日本ではほとんど紹介されなかったですが、僕はもちろん意義が大きいなと思うのは、一つはやっぱり慢性期、いわゆるやる気であれば誰でもできるようになってくる。でしかもリハビリテーションの効果がしっかり分かるという意味で、やっぱりただこれ今はやっぱりかなりの数の患者さん全部にこれを行き渡らせても大変な努力をしてるんですね。だからそれをやるためには多分患者さんの団体をもっとしっかりしてやっていく。でただこれに関してはやっぱりどのぐらい一般性があるものかどうかはもう少し時間を待って調べていく必要があるかなという気がします。でもう一つですね、僕割と期待ができるんやないかと思うのが、そのいわゆるブレーンマシンインターフェースって言われてるやつでですね、神経で一本一本つながないかんと思っちゃうんですけど、大きな動きで言うとこうふっと自分で考えるとある程度コントロールできるんですね。でそれは実際に起こっている脳波一本一本の神経とのインタラクションなんですけど、それ自身はその一つのパターンで動きますから、頭で取ったパターンを、まあ、テレメーターですね、はい、その実際切れたより下のところのところに、まあ、はっきり言うとどんなものをイメージしてもらったらいいかというと低周波治療器みたいなもんですわ。ああいうものを神経に置いといて、でその頭で記録したパターンがそのまま切れたところを飛んで、下に伝わるような形にして、その運動ニューロンだけを動かすと。でこれ実際写真が出てるんですが、これ見てもらうと何もしないと、実際にはそのステップ何もしない時と比べると明らかにそのステップのが良くなってるんですね、やっぱり。ですからそういう意味では、まあ、運動神経だけですけど残念ながらそういう使えるということと、もう一つ大事なのはやっぱり長い期間かかるときに常に刺激をするということが神経にとって大事なんですね。やっぱり失わさないということが大事なので、まあ、そういう意味では、こういうものを
組み合わせと期待できるかなと僕自身は思います。で、まあ、一応読んできた論文はまあこのぐらいなんですけども、はいはい、その、まあ、捨てたもんではないと。でしかも、まあ、僕も整形外科の人に何か聞いたんですけども、まあ、見た目はええけどなって言われるんですね、さっきのやつも。だけどやっぱりもうちょっと数が出てこないと分からへんけども、やっぱりあれが本当だとするとかなり期待持てる。でやっぱりそういう方向に、もしあれが本当ならそういう方向に日本の医療を向けていかないかんでしょうね。それからこういったお薬なんかの開発もしっかりあるので、今もう一度思い出すと、その大浜さんがですね、やっぱりこのオールジャパンでやるっていうのは、例えばこれ僕がもう引退する前でも5年、引退する5年前にこのディレクター辞めるときにですね、大浜さんに書いてもらったんだけども、じゃあこの時に積損でどういう成果があったのかというのを、これ岡野さんのやつで見ますと、例えば、反根化を起こさない方法が開発できましたよって書いてあるんですね。これも10年ぐらい前の話ですからね。それから、脊髄の直接移植が望ましいというのは動物実験で、それから、再生を促すお薬もあります。これはやっぱり、でじゃあ iPS がなんでダメなのかって、その後の話を聞くと、やっぱり安全性とかいう話をがあるんやったら、他の細胞も含めてこういう反根化の問題であるとかお薬の問題は、まあ、合体してやっていってもらえる。だからそれが本当のオールジャパンやないかなと思うんですね。ですからそれぞれのステージでその特異的な治療の開発が重要なんですが、やっぱり大浜さんが最初から言ってるように、そのどうやったらオールジャパンをちゃんと、まあ、実現できるかっていうところで、やっぱり、まあ、はっきり言うと伏見さんや坂井さん来ていただいたけれども、患者さんのね、そのプッシュの重要性っていうのは高いかなという感じしますね。まあ、一応今日説明はこのぐらいですけど、まあ、いっぱいな、まあ、分かりにくかったところいっぱいあると思うけど、何でも聞いてください。いや、まあ、ちょっと口引き出してもらいますが、まあ、患者から言わせてもらうと、もうどんな方法でも元へ戻ることが目的ですので、ね、うん、まあ、元へ戻らなくても良くなること、だからそのために、例えばもし変な宗教があるってそれで必ず並ぶんや、うん、治るんやったら私それでもいいと思います。まあ、そうなんですよね。まあ、ただそれでは治らんので、うんうん、で今先生言われたみたいに iPS だけにこだわるわけじゃなくて、うん、でまあ、いろんな細胞を使って薬使って、でリハビリに関しても、せっかくハルなんていうロボットスーツもあるんですから、うん、そうですね、うん、そういうのも使って、とにかく確実に早く治りたいっていうのが我々の、うん、多分総意だと思います。だからどうかな、やっぱりこう専門家が集まってもらってね、うん、もう少し分かりやすい感じで、うん、こういうパターンがあるんやと、うん、それから今多分シンポジウムやら行かれたら、うん、iPS は使えますよとかね、それから鼻の細胞使えますよって言って、うん、一発の話でおしまいなんですよね。しかし研究ってやっぱこう全体にいろんなものが進んでて、みんながこう黒板でやってですね、やっぱこれはお前はこの細胞かと、うんうんうん、俺はやっぱこっち側の方がいいかもしれんけど、あんたのやつはすぐ使えるなとかね、うんうんうん、でしかしそういうことやけども、例えば反根化は同じ問題やから、うん、これうちがやったやつを使えやと、うんうん、いうようなことを、まあ、そこそ患者さんの前で黒板で、声ない会えないっていうことが本当にやってもらえれば、これはやっぱりそれを実現していくのは最後は臨床のお医者さんだからね。だから実際のそれこそ整形外科の先生、これはまあ中村君も入ってるけど、整形外科の先生がじゃあこれとこれとこれを合わせてきちっと治験しましょうとかいうようなことを、なんかできるプラットフォームがあるといいと思うんですね。そうですね。
学会ではそういうプラットフォーム感じ違いますね、うん、やっぱりどうしても自分ところの成果を出すっていうことばっかりですね。だけど基金でね、うん、やっぱりいろんなシンポジウムやってあるでしょ、うん、やってます。だからね、その時にね、そのただ紙下来てね、なんか喋ってもうて、うん、言うんと違って、やっぱりこう黒板の前で、うん、なんと何がこういうふうにやって、これはどうなんやっていうような、こうざっくばらんのね、議論をして、できるもん、できひんもん、そう、できないものをできる言うたらあきませんわ、そら。だけどどういう条件やったらできるのかいうようなことをやっぱり、ね、言うていってもらう。だからこれシリーズにして、小橋さんね言ったわけで、やっぱりなんかできたらなんかこう黒板に書いていってもらう時のね、はいはい、そのなんかこう知恵をここで、そうですね、うん、集めて、で一回と音楽をやってもらうための勉強会みたいな感じの方がええやろね。なんか分からんとこあったらさっきどんどん、まあ私なんかとりあえず今すごい情報 iPS だとか、うん、いろんな幹細胞とかいろいろその移植に関して良くなりますよっていうのが結構情報として入ってくるんですけど、それが本当にその有効なのか、うん、でまあまあ、素人考えで、まあ、良くなりますよって言ったらすごい期待持てないですね。そうです、もちろん持ちます。それが期待を、期待ばかりこう先走って現実になるまでどれぐらいかかるのかっていうところが一番今やっぱり知りたいというか、うん、どの辺まで本当に進んでるものかっていうところを、うん、論文を読んでね、はい、少なくとも動物実験のレベルでいうと、しかも急性期の、脊髄損傷に関していうと、まあ、いろんな効果があることは、まあ、間違いないですね、それは。で多分その急性期の方に関して、いろんな治療をやる、多分札幌医療のやつも同じだと思いますね。でそういうことは今進んでるし、はいはい、でそこは治験でしっかりやっていってもらわないか、はい、しかし圧倒的多数の方はやっぱりもう、さっき言ったように3ヶ月4ヶ月すれば安定期に入るわけですから、でそこをどうするかっていうそのどう言いますかね、スキームは完全に出せてるかどうかっていうのは難しい。ただ、はいはい、さっき見せたのはやっぱり慢性期ですから、だからまるっきりないわけではない。それからもう一つはですね、これ自然に治るっていうかですね、かなり回復があるケースがあるので、はい、それをどうしたら、自然治癒ですね、例えば、どこだかな、自然回復についてのこういう論文が出て、でアナリシスがされてますから、少なくともそこを力づけていってあげるっていう可能性はあるんですね、はいはい、でただやっぱり一番問題は慢性期の場合は反根化っていう問題があるの で、 でこれに関して一回メスを入れた方がいいのか、入れないままなんかやれるのか、そこはちょっとよくわからんので、はいはい、その実際には、動物実験が終わった段階でやっぱりさっき見せたような、手術を伴うような治療を実際に治験としてやっていかないかでしょうね。だからやっぱりポーランドのやり方で僕はやっぱり意味があるかなと思ったのは、まあ、土管やないですけど、まあ、要するに神経が行くための、はいはい、橋を一つは入れてあげてくる。それからはっきり言うと、さっき出たそのどんな細胞でもいいんですけども、まあ、細胞の元気さを上げたりとか、いろんな増殖因子をくれるような細胞をちゃんと両方に入れてね、上と下に。なるほど。だからそういう意味ではやっぱりよく考えられてると、はいはい、でしかも自分の細胞を使ってますよね。そうですね。で命に別状ない自分の細胞を使ってるっていう意味では、やっぱり説得力結構あるなと。だからそれに対してやっぱりもっと違った提案でもいいけれども、
じゃあこうなんですよっていうのが言えないと、もうやっぱりあかんと思うんですね。これはまあほぼ報道されてないですよね。全くされてませんね。で我々もね、やっぱり一番、まだネットの時代なんですけど、一番信用するものってどうしてもテレビなんですよね、うん、テレビに出てきて何か言われると、例えば今のさっきの映像がテレビにボンと流れるともっと盛り上がるとは思うんですよね。そうですね。それがどうしてもネット、それよりもっと専門家の、あの 文献論文になってしまうんで、うん、でもとにかくあの先生先ほど言われたみたいに、いっぺんどっかでそういう、こういうことをやられてるよ、こういうことをやってますよっていう、その受益者がね、はい、あのであの話をして、で研究者にそれをまたフィードバックするようなね、うん、とこが欲しいですね。やっぱりあのアメリカの前ね、あのやっぱり患者さんの団体の力って結構大事やと思ってて、まあ逆に坂井さん今歴史やらやってはるけども、やっぱりそういう意味では患者さんの団体の歴史とかね、そういうのはもうそう結構大事やと思うんですよ。で日本の場合はそこはね、やっぱまだまだ遅れてて、もうどうなんですかね、基金の方もまだ認定 NPO ではないんやね。あ、違います、前から言ってるけども、はい、でやっぱりところがね、認定 NPO の団体で結構増えてきてて、でもちろん1型糖尿病そうなんですけどね、僕この前びっくりしたのは、僕らもあのなんかお付き合いのある、藤村さん、どなたでしたよ名前、レッドやってられる方、なんちゅう、え、谷岡さんって、その自分のお子さんが、まあ、あのかなりあの遺伝病なんですけど、レッド症候群っていうのがあって、でそれで1年復帰されて認定 NPO をつで、あの認定 NPO にして、で自分で、世界の学会やってあるんですね。で神戸でやられた、で、あの娘さんが、レッド症候群ですから、認定 NPO をされて患者さんの方がいろんな、情報も含めた体制を持つというかですね、やっぱりはっきり言うと、あのいくらでも場所を変えても1人とか2人雇えるぐらいの、どう言いますかね、まあ、はっきり言うとビジネスみたいなものにしていくっていうか、そのみんなの意向を受けて動く人が出てくる必要があると思うね。でそれができるとかなり変わるかなと。どうだったかな、そのさっきの論文はですね、どうだ、これですね、これが実際の論文ですけどね。で、まあこれ、見たら完全、なかなかプロですね。いやいや、私もあんなです。で実際に、はい、ここにこう神経をこう、はい、ブリッジしたんですね。それからスタンプを取って、エクスポーズしてブリッジしてます。で、あとはあの匂いの話で言うと、そこから取ってみますが、ちょっと匂いが落ちるけど、まあ、最終的には戻ってくると。言うても完全には戻りませんけど、それはもうあの仕方がないと。ワインがまずくなるかもしれない。それちょっと寂しいです。そのでまあ一応結構詳しい、だからね、評価がされててですね、でこれだけじゃなくてですね、実際に上と下とであの電気的つながりをきちっと調べてるんですね。どこだった、あ、これですね。ですからやっぱりそういう意味ではもう僕はこれ見た時は本当驚いたんですね。だからまあ、逆に専門家が来てですね、これが間違いやったら間違ってるというのをね言うてくれたらいいかなと思ってて、まあ藤見さんに今回やりたいって言わはったので、誰かじゃあもうそれこそ慶応から連れてきようとか言ってたんですけどね、今なかなか来れないそうですけども、やっぱりそういう人とのもっとこうざっくばらんないインタラクション、別に非難する気はなくて、彼らが頑張ってくれないと治らんわけなんですよ、はっきり言うて。僕がいくら頑張ってもあかんからね。だからやっぱりそういう意味ではやっぱり本当に一緒になってやってほしいなと思うんですけどね。そうですね、いやどうしてもやっぱり敷居が高いですね、患者からすると研究者とね喋るときは難しい専門用語も出てくるのでなかなか分からへんので、シンポジウムシンポジウムも当然分からんですけど、
ウォークアゲインの時はだいぶ基金がやるやつは割と分かりやすいんですけどね、うん、分かりやすいことは分かりやすいんですけど、でも全体でどんなもんがあるかっていうのは多分みんな分かってないと思う。ああそうですね、はいはい、だからはっきり言うと僕はやっぱり一番信頼できるのは、うん、クリニカルトライアルガバメントとそれから創設だと思うんですね。あで、ね、その創設ってどういうもんかというとそのまあそうですね、3、4年ぐらいの医学研究の進歩をある程度コンパクトにまとめてくれた論文があるんですね。でこれ普通に紹介されるのは私がこうしましたという論文ですけども、創設というのはたくさんの人がどういうふうにやってるかっていう話になるわけです。ですからこれ今日紹介したこのこれネイチャーニューロあごめんネイチャーニューロサイエンスでした。でネイチャーニューロサイエンスにあるその要するに細胞移植のための創設っていうのがなんとこれ見てついこの前2017年の5月に発表されてるんですね。でそれを今日紹介したわけですけども、そうするとこういうものだと、まあ、歴史的なところからいってどんな細胞が使えるのかっていうのを全部こう論文と一緒に出てきます。で分かりやすい説明がこうやって書いてあって、で実際にこう細胞を使うとどういうところが治療できそうやっていう話があって、それから今日はあんまり詳しくは言いませんでしたけども問題点もちゃんと書いてあるんです。やっぱカビアットっていうまあこういうそのいろんな落とし穴ありますから、そういうことがきちっと書かれていて、で最終的にそれぞれの治療について、きっちりと評価がされてて、で最後に今小橋さんが聞いてあった全体としてどうなんやというところの、はい、まあ、将来へ向けたその方向どういうことがやってほしいな、どこまで来てるなっていうのが書かれてるので、まあ、これは藤見さんに全部渡しておきますが、これね Google 翻訳で十分やと思うんですよ。あ、そうですね、ある程度ね、藤見さんから聞いててもね Google 翻訳でかなりいけるっていう話なので、それでコンクルージョン見てもらうとね、今回ちょっと大きくしますと、これどちょっと訳してみますとですね、実際にはそのこれまあ、いろんなプレクリニカルモデルではうまいこと言ってると、それから動物実験などではいけてるんだけども、まあセーフティー、まあ、完全なヒューマントライアルのところにはまだまだちゃんとできとらへんでっていう最終的なことをはっきり書いてますね。だからこれはここで動物実験って結構出てくるじゃないですか。はいはい、まあメカニズム的にその動物と人間っていうのは共通点は高いのかなっていう。高いと思います。高いですか。はい、で実際にもう一つ動物実験の大事なのは人間の細胞が動物でも使えるということをチェックできるので、はいはい、iPS やとかそういうものを調べるときには人間で調べるわけにいきませんから、まあ、そうですね、でそういう意味できちっとまず動物実験で安全性も含めて確かめると。で実際に高橋先生の研究からもとりあえず iPS 由来の細胞をちゃんと分化さえしとれば入れてもどうもないっていうのはだんだん分かってくるわけですから、で次実際にはもう来年にはパーキンソン病の、治療も行えるようになると思うんですね。ですからそういう意味では、もしいい細胞が作れれば、iPS でも何でも僕はいいと思うんですね。でさっき北大の先生と一緒にアメリカとやってた仕事を見ると、はい、違ったところの細胞には、まあまあまあ、また効かないです。だから脊髄から取ってきた幹細胞は培養しても効くんですけども、頭から取ってきたやつを、そこに置くと効かないんですよ。だからやっぱり何か僕らが完全に把握しきれていないものがあって、うん、それをやっぱり実現したというものはやっぱり人間で同じようなことでやっていってもらわないとちょっと難しいかなと。
だから iPS ES 細胞の難しい点は神経は作れるけども、はいはい、どの神経を作ってるのかっていうことを完璧にコントロールできるかどうかが次の問題になってきますよね。まあ一応動物実験レベルでは中村さんのやつも含めて OK なんですね。一応できてるってリハビリもしたら。だからまあ僕が見て一番要するに有効だった論文っていうのはさっきのやつだけですね。ただ残念な一例。ああ、そうですね。2014年ですからね、やっぱり実際にリハビリに時間かかるやろうから、そのどのぐらいの数でやってるのかちょっとその辺がよくわからないですけどね。ただ実験は大変やと思うね。追試みたいなやつは行われてる。予想でやってほしいですね、はっきり言うたら。でこの創設というのはどのぐらいの頻度で出るんでしょうか。ものによりますね。例えば積層なんかは割と多いと思いますね。実際に僕はまあ適当にピックアップしただけですけどね、これ実際にまあ大体2016年とか14年13年、まあ大体年に1回、まあ大体信頼できるグループからの創設には大体出てますね。まあ今日紹介、ね、しなかったですけど、やっぱりあと大きな動物モデルがどうかとかですね、そういうのも全部やったんですけど、どういうふうにやっていきますかね。はあ、どうですか。なんかありません。初めに何ですかね、臨床試験って言っても初めはまず安全性の確認だと思うんですけれども、その場合動物実験でいいってなっても、その痛みとかは人間しか感じられないんで、とは思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。これ難しいのね、外科手術やってる場合のこれ本当の第一層試験っていうのことがあるのかどうか。例えば心臓移植やるっていう話になった時に、あるいは肝臓移植もそうですけども、治験っていう形で行われるかどうかっていうのは結構難しいところがあるんですね。でこの場合だから全部そのどう言いますかね、自分の細胞で終わらせてしまう、外科手術というのは、まあ、その場合は治験でない、治験に言うたら治験なんですけども、フェーズ1を通して次に行くっていうようなスキームではなくなってくるんですね。ですから例えば安全性やって次に行くっていうのは他の細胞を使う時の話であって、iPS やらはやっぱりそれが必要ですよね。でどっか取ってきて全然関係ない細胞を神経にして、それから移植するで、やっぱり痛みが出てくる、いろんなことが出るかもしれへんでっていうことを調べるわけですね。でところが全部自分の細胞でやる、例えば皮膚移植をやけどの時に自分の細胞でやる、で一番最初の時やられた、結局はやけどの子供をそのまま使うとかですね、そのまあほとんどフェーズ1も何もされずに治療やっていってるっていうような感じで、そういう意味で の価値はあると思うんですね、これはっきり言って。だからそのどうですかね、やっぱ完全に自分の細胞の中で全部終わらせていって、いわゆる外科手術の、なんて治療の開発みたいな話にするっていう意味ではいい。でそこにやっぱこう治験を経たような細胞が置き換わっていってくれれば、それは言うことないですよね。今やっぱりこれ言うことはいかなく、なんかこう全体の仕組みができるまでは全然動けへんわっていう話で堂々と言われたら辛いよね。まあそうですね、うん、それはそういう感じするでしょやっぱりね。だからやっぱりなんかこうどんなことでもやっぱり早くやるための努力っていうのと、でそれは安全性が絶対確保されないと。だから今酒井さんが言うみたいな話で、じゃあそれ外科手術で失敗しようとはどうなりすんねんという話になると、確かにこれもう何とも言えないですよね。リスクはやっぱ常にあると思いますね。でただどう言ったらいいかな、
他の移植手術とかそういうものと比べたら僕はハードルは低いと思いますね、うん、要するにあそこのスタンプを除いて、うん、でここの神経を取ってきてこう 4つに分けてこうつないで、であとここちょっと取るときは軸に入れてそこの細胞を培養しといて、で上と下に放り込むっていうだけのことですから、だからやっぱりそういう意味ではあの他人の細胞でも何でもないし、で iPS みたいに一回そのどういうかそのまあ変な培養をしたわあのがんの危険性があんまりないっていうような意味ではね、あのいいかなっていう感じがしますけどね。鼻の細胞って言うと OEG になるんですか？え、何 OEG ですか？もうちょっと上や、まあ、OEG、あの嗅覚とは別に、なんて言うたらいいんやろうか、もっと上ですよ、まあ、あのエピセリアルセルではないですね、 OEG のエピセルやけど、その上皮ではなくてもう嗅覚細胞ですね、もっと上、あ、そうなんですね、脳の一部、だから結構ね、そこは昔からあの再生能力が高いとか言われてるんですよ。だからどうですかね、いわゆるあのこう脊髄にある神経とはまるっきり違うと思うんですね。だからさっき言ってたネズミでやった北大の先生がやってるのとはちょっとニュアンスは違うかもしれないですね。それをお聞きすると、脊髄のある細胞をそこに入れるともっとうまいこといけそうな気がするね。僕ちょっと面白いなと思うのは、はい、これこのポーランドの人の仕事が、はい、そのこの北大の先生の仕事と違うのは、北大の先生はこう亡くなったところに放り込んでですね、うん、でそこへ神経が伸びてくるのを待つ。で彼の場合は亡くなったところはブリッジした、で上と下に細胞を掘り込んで、そのどう言いますかね、もうどうもないところにさらに掘り込んで、でやっぱり活性化させてるね。だからある意味ではその全体の思想も違うなっていう感じしますね。だからそういうところへんをもうちょっとこう専門家とね、やっぱり議論できたらいいかなっていう感じがしますけどね。これ全員本当に一回聞きたいんですけどね、僕も。そうですね。大浜さんにも言うたんですけどね。いや、やっぱ専門家と直接我々みたいな素人がこうね、バッと聞けるような場所はもうちょっと頻繁にあった方がいいですよね。うん、で、どうもこっちから見てると点と点と点ばっかりで、あんまり線でつながってないんで、うん、線でつなぐというよりも一つの上でこう両者が、ね、払える、もうざっくばらに話せるようなところがあると、うん、特にほいで何が困ってるかとかいうのは、うん、こっちは言えるけど、ね、で研究者からするとどういうふうな研究はやってるっていうのは言えるけど、うん、まあ、お互いに立場がちょっと違ってる部分になるので、うん、だからさっき言ってたね、そのやっぱり基金でシンポジウムやられるときに、ただ一方的に話してもらうんじゃなくて、その何人か専門家が入って、でこちらの疑問をはっきりと、うん、黒板の前で言う、うんうん、で、まあ、そういう時の、まあ、つまみにするのにこういう論文があって、うん、それでなんでこれはあかんのでしょうかとかね、で、じゃあこういうことが可能になるためには、例えばさっき酒井さんが聞かれたようなどういう知見をやっていったらいいのかとか、そういうことを具体的にちょっと議論してもらうっていうような基金の改良を一遍考えてみたらどうですかね。やられるんやったら僕は協力しますけどね。ちょっと聞いてみます。毎年やるんですよね。毎年やります。今年は10月にまたウォークアゲンやります、うん、どうしてもやっぱり同じメンツの話をなんか聞いてもしゃあないでしょ。いや、かなりね、やっぱり大きな会場でね、うん、何百人も集めてやりますんで、うん、なかなかそういうふうに一つのことを決めてみんなで話し合うっていうような、うん、とはちょっとニュアンスが違いますね。けど、やる気であればやりますよね。ですね。ほんで、まあ、もっと言っちゃうとネット使って場所離れててもできんことはないと思います、ね、それは両方やったらいいんですけどね、やっぱりしかしどう言いますかね、僕
と今日、まあ、3人来ていただいて思うのはやっぱりその常にその社会をチェックしていくことも大事ですよね。そうですね。それがやっぱりこうバリアフリーに必要になってるっていう、うん、だから何でもかんでもニコ動で確かにできるんですけども、最終的にはやっぱりそのごめんなさい社会をが本当にあの住みよくなってるかどうかいうのも常に見ていくというかですね。だから例えば同じ場所で基金の会やるんじゃなくて、うん、違う場所でもできるようになるかどうかとかねそういうことが本当は大事 で、 でそういうあの、まあ、それこそ300人一堂に集まるいうことも本当は大事で、そう、それは大事だと思う。でもそれをニコ動でやってもらもっとたくさんの人でいけるからね一回あの、まあ、大浜さんに提案しておいてください。そうですね、うん、はい、僕は何でもあの一応呼んでますから、なんかこれを聞きたいのがあったらぜひぜひ聞いてください。もうただ1時間15分になっちゃったけど、ええ、あ昔あの先ちょっと中国の話出てましたけども、うん、中国であの胎児の細胞を、ね、あの花の細胞花ですかね、あの僕も事故した当初、うん、そのスーパーマンの、はいはい、あの人がなんか中国でやったっていう噂、はい、それはね多分なかったと思うわ。嘘ですかね、うん、けどもともとあの時一番大浜さんもあのみんな心配してたのはそのやっぱり日本の方も含めてたくさんの方が行かれていたと。で、そうですね、一番問題は誰が行ったかわからないし、はいはい、言われたらその噂だけが行ってで、要するに誰が行ったかわからないということは要するに効果を確かめるための統計も何も取れへんっていうので、はい、一度そのどう言いますかね、幹細胞のグループとかそういう、まあ、あるいはアメリカのグループがきちっとそのレビューをしながらそこで、ちゃんと見てる時にやってもらって最終的な効果も調べてほしいと、はいはい、いうような申し入れをしに行ったことがあるんですね。あ、そうなんですか。ですから一番問題はこう完全に闇で、そうするとそのやる方もそれから、まあ治療を受ける方も基本的には何のそのある日一点手術のコンタクトだけであとはまるっきり接点がなくなってしまうと、はいはい、やっぱり聞いたかどうかわからんで宣伝だけ聞いたっていう話になってしまうっていうのが僕の問題の話ですよね。まあ受けようかなって思ったんですけど、そうでしょうね。誰も、まあ、よくよく聞くとまあ確かな話ではないっていうことで、そうですね、実際やめたんですけど、僕の友達一人受けた人がいまして、でどうやったって聞いたら、まあ何の細胞を植えられたかわからないと、うん、でけどもまあ素直な思いで行ってその終わったらすごい頭痛がして、うん、あでちょっとまあもう終われそうに痛かったっていうところで、なるほど、ね、だから今どうなんかっていうところを、まあ、大きく良くもなってない、うん、けどもそういう頭の痛いのがたまに出るんだとか、あ、そうですか、そんなん聞くとやっぱり悪い部分が、うん、結構多いのかなっていうのも心配です、うん、あのね、そういう時に僕あの本当大事なのはやっぱり患者さんの団体がいかに大事かっていう話で言うと、もっとざっくばらんに、どういう方が行かれたことがある人かどうかを探してそれの統計を調べていく、はいはい、だからやっぱりそこでどういうことが行われて実際にはその効果があったのかどうかっていうことをはっきり言うとその患者さんの方でデータが取れるいうことが大事だと思うんですね。で例えばいつも藤本さんやなともよう言ってたんですけども、坂井さんやななんかはやっぱりもともと社会学やからしてペーシェントライクミーっていうサイトがあるんですよ、アメリカの。でこれは要するにまあ、はっきり言うといろんな患者さんのフェイスブックなんですね、はいはい、だからもちろん
ペシェントライクユーみたいな中でそのスパイナルコードインジュリーとかスパイナルの患者さんのやっぱりいろんな人が自分で全部とか、まあ、中国で受けたら中国で受けたっていうことをここにアップしているわけ、はいはい、だからこういうものをみんな正確なデータがここに集まってくると結構患者さんの方から逆に患者さんに対するものすごく有効な情報が、提供できるいう気しますけどね。これは出てきますかね。あ、しもたなかな。これ残念ながら全部英語なんですよね。まあまあ、これ要するにここにはいろんな情報が書いてあるんですけど、これそのもうクリニカルトライアルの情報とかそんなのも全部出てくるし、それから、まあ、実際にその患者さん同士どのぐらいの患者さんがこのペーシェントライクミに入っておられて、で、ネットワークとしてどうできるかっていうようなこともできるようになってる、ね、僕は会員ではないですけども英語が できる場合は、ね、会員になられたらいいと思いますね、ものすごくよくできたやつ でわざわざ治験しなくてもここでいろんなデータが分かるんですよ、だから正直に書いていただくと基本的にはもう前向きの治験とか、ね、必要なくて、やっぱりみんないろんなお薬とか治療を受けてられるし、でやっぱり小橋さんみたいにこういつもこう、挿与感とか痛みがあるとかそういう話も全部上がってきますからね。でいつどういう時に出てくるのかとか、はいはい、でそういう情報は最終的にはお医者さんにとっても大事な情報になっていくんで、患者さんがそのデータを提供していくっていうか、まあそういうことがこれはできるように考えてあるサイトなんですね。でもありますよね。なんか始まりますよね。せやね、あんまりうん、一生懸命藤本さんやらも努力してもらっても、日本の場合はね、やっぱりスタンドスティルになっちゃうんですね。やっぱりこれはお金が入ってる、あと事業としてやってあるから、そういう意味ではものすごくアクティブですね。だから私はこれ ALS ですよとかね、これはマルティプルスクレローセス型多発性硬化症の人、こうやって顔出して。でまあ転換ですね、エピレプシーの、私はエピレプシーの患者さんですっていう、まあ、もちろん顔出す必要もないんですけども、でこういう人らがざっと大体、まあ、20-30万今集まってるんですかね。だからこういうのも考えていかれたらいいかなっていう感じしますね。で僕結構情報が入っておりますね。500万人って感じですね。え、そんな余計いるんですかね。あ、50万なかったんですね、すいません。だからいろんな疑問に対して、別にこの例えば症状だけじゃなくて、まあ、今小林さん聞かれたらどういう治療をどこでやったかっていう情報をやっぱり知ってられるのは患者さんなんで、そうですね、こういう形で上がってくるっていうのが僕が一番大事かなという感じしますけどね。例えばその移植に関してですね、結構海外が進んでるっていうのも聞くんですけど、その例えば嗅覚粘膜で、あれどこでした、ポルトガル、ポルトガル、カルロス・リムさん、はいはいはい、あ、そうね、ポルトガルも入ってますよね、結構ああいうの実際に世界各国からみんな行ってある人多いですよね。来ると思いますね。400例ぐらいあるんです、ね、ただあれも全部慢性期でそのまま手術せずに注射だけですよね。いえ、あれは手術してます。あ、切ります、切って全部半根外して、それで動き込んでます。それはちゃんとやってるわけですね、はいはい、で最後4年ぐらいずっと折りかけて、4年経ってもまだリハビリでどんどん向上してるっていうのを言ってましたね。だから、はい、今言ったように自分 の細胞か細胞でないかっていう話で言うと、酒井さんがおっしゃるように安全性のためのやっぱり
まあ、はっきり言うとあの確認は絶対必要ですね。自分でないものを使うっていう場合、はいはい、で自分の場合だと、まあ、そんなに心配することはないと思いますけれども、でその上で、うん、要するに、まあ、ブリッジかけるかかけないか、でやっぱりハンコンは外して、そのギャップをどうやったら埋めれるかで、いう話であればまるっきり間違ってるわけじゃなくて、うん、さっき言ったOEM、その鼻の細胞っていうのは血管を寄せてきたりとかですね、それから神経が伸びるのに大事なものがある。でさっきちょっとお話したんですけども、損傷された場合にですね、実際には神経が残ってるわけですね、うん、そうですね、どこだったかな、だから、うん、要するに実際にここで、例えば損傷されるわけですから、これはもちろん残ってますし、それからここの端っこのところがポッと切れただけなんですね。だから、はいはい、この細胞は 脳からずっと来ておるわけですから、こいつが正しいところにつながっていってくれるように、まあ、助けてあげれるかどうかいうことがポイントになってくるわけで、だから入れた細胞が必ずどういうかな、その神経になるというふうに考えるんではなくて、今も皆さん持ってるやつですから、でそれをどう助けるかと。で一つだけ割と期待できるかなってみんな言ってるのは、そのもう一つシナプスを作るっていうかですね、そのこちらで切れてて、ここでこうシナプスを作ってリレーができると、ちょっと反応は遅まるけども、まあしかしずっといいと。だからそういう発想で考えてる人もいますよね。だから僕はね、かなり細胞移植っていうのはやっぱり最終的には重要だと思いますね。だから急性期に関しては今言ったようにお薬であるとかそういうようなものをやっぱり積極的にやっていくような、これから治療が必要だと思うね。でもう安定期に入った場合にはやっぱり今言ったハンコンを一回除いて、で残っている神経をどう再生するかっていうのはやっぱりもうまあ一番大事なことになると思うね。ハンコンを除くというのはハンコンを切除するということですか。そうそうです、スタンプを除いちゃうわけね。なんかお薬で溶かすっていうような話も以前あったような気がするんですけど。あ、そうですか、ありました、はい、それどこまで、あとそれから細胞移植をしないで、いや、それは単に私が読んだのはハンコンをその溶かすという記事だけだったんです。あ、なるほど、なるほど。その後どうするかっていうのはどこまでは書いてなかったと思います。どうですかね、ディーコンプレッションっていうんですけど、ハンコン自体を外して、それで要するに神経のこうどう言いますかね、その圧力による障害を抑えるとか、そういうのはあって、やっぱり痛みの原因とか、やっぱりあと浮腫になると問題なので、やっぱりなるべく神経を除くという意味ではハンコンを外すっていう治療もあるのかもしれない。僕もちょっと専門じゃないから、そこはね、いっぺんちゃんと聞いてみたいけどね。ありましたね。だから今日言った話の中からいくつかこうテーマを決めてですね、でやっぱできれば誰かやっぱり本当は来てほしいね、その専門のね、税金で食っとるやつね、はっきり言うとね。だからやっぱりそういうところでやっぱりどうしたらその治療に持っていけるのかいう話を僕考えないわかんなと思うんですね。これ言うたら怒られるのかもしれないけど、僕も積損だけじゃなくて1型糖尿病の会ともやっぱりお付き合いが割と深くて、で1型糖尿病財団は結構お金をたくさん寄付で集めてられて、でそれを研究の方にフィードバックされようとしてるんですけども、やっぱりなかなか優秀な先生がなんか何て言うんですかね、研究にくれっていう形での申請書を出してきてくれないんですね。
だからやっぱりどうかな、やっぱり日本ってやっぱり研究している人の層が薄いと思うね。だからやっぱりそこをね、だからアメリカにお金出したってええとこがええと思うんですけどね。そうね、いや、ナオル君から言うとどこの国でやってもでもいいんですよね、うんうん、アメリカはその点進んでるんですかね、やっぱり。やっぱりね、有名人がやっぱお金出しますね。それからさ、今小林さんが言ってあったそのクリストファー・リーですよね、はいはい、スーパーマンで、彼クリストファー・リー財団っていうのを作って、やっぱり資材を結構出すんですね。だからパーキンソン病ではやっぱりマイケル・J・フォックス財団っていうんですね。だから積損の基金ではなくてクリストファー・リー基金になるし、それからマイケル・J・フォックスで、やっぱりこう、まあ、有名な人が言うとどーっと、まあ、お金もついでに集まるわけね。で、僕が割と付き合ってた1型糖尿病のアメリカの財団で、なんと年間400億円。へー。今せから僕らの時に再生医学で国が、まあ、全体に出してきていてくれたお金がだいたい年間4グループで10億円ぐらいなんですね。だからそれを思うともう全然レベルが違うというか、キープでですからね。だから大浜さんに書いてもらったやつでいくと、どこだったかな、どこだったかな、今大浜さんに書いて、あ、これです。じゃあこれ、じゃあこの時にじゃあね、お金もきちっと書いてありますけれども、これですね、お金ここに書いてませんでしたかね、だいたい年間10億円ぐらいが使われてましたですけどね。これで書いたらいいな、これなんですけどね、これもかなりもう10年ぐらい前に終わったやつの報告書ですけども、10億円ぐらいですね。だからやっぱりそれと比べても本当に桁の違うものをやっぱ患者さんやなんか力を持って集めてる。いや、すごい。やっぱりまあ、なんとかそういうふうにね、それはもう僕らのところの NPO の目的でもあるから、ぜひ、使っていただいたら。ちょっと一回まとめてもらって、それで、まあ、次どんな感じのところを特にここを聞きたいのか、でも今日はざーっと話をしたいですけども、まあ、運動論も含めてね、やっていったらええんかなっていう感じしますね。ぜひ、ぜひ。あ、ここにちゃんと体制関西も多少の一部に、ね、うん、昔は書いてるんですけどね、うん、これはまあ報告書ですけど、一般の人向けの、うん、あ、これですね、ここに、ここが書いてあるんですね。最初はまあいろんなスタートアップマネーがありますから、実際に19年に終わりましたけども、5年間で、まあ、最後だんだん、まあ、大体10億円ぐらいをこうどのぐらいのグループかというと、4グループかな、だから2億5000万円ずつぐらい集め、1人がもらってられたのかな。ここに書いてあるのがグループです。それで、これ山中さんのグループですね。それから、笹井さんのグループ、それから岡野さんのグループ、それから高橋さんですね、あと中内さん、まあ、こんなに分けてたんですね、これを。だからまあそれでもこれだけのことちゃんとやるから、ね、だからそういう意味ではやっぱり患者さんやらの力を持って、ね、持っていくっていうのは大事だと思うな。まあしっかり検証するのも大事だし、そうですね、やりましょうか、ぜひお願いします、はい、だから今日はもうこれで一応、はい、質問があまりないようでしたら、もしあんやったら今聞いておいてください、ね、まだいつでもやめられますけど、まあ、あと一つ、はい、これ移植、どんどん遠慮なく聞いてください。移植とは別に、その今歩行訓練だとか、その、うん、ロボティクス、リハビリね、リハビリですね、それが結構期待度というか、そういうのを耳にするんですけど、うん、まあ損傷した部分、脊髄が再生しないって今の段階では
言われてるじゃないですか。それでまあ歩行訓練だとかして本当にあれは意味あるのかなっていうところ、うん、これはクリストファー・リーがね一生懸命やったようなものすごい有名で、どう言いますかね、まあ、僕の印象で言うとむちゃくちゃあるわけではないと。だから普通 の, リハビリ、例えば脳卒中の場合他の場所で置き換えていくっていうか、そういうことのしにくいところであることは確かですね、うん、でしかも多分神経の長さが違いますから、はいはい、だからちょっとここであとこうネットワークできたらええわっていうところと違う難しさがあるので、僕はやっぱりかなりさっき言ってたシス、まあ、その系統的な、治療とともにやっぱりリハビリテーションをやっていく、それも早期にやっていくことが大事で、で、 できれば例えばあるいは電気的な方法が僕は意味があると思うのは、やっぱりそういう意味では要するにリハビリすると何かこう結果が出るようなものをしっかりとやっぱ提供しないと、はいはい、でとにかくお前努力しとったらええでっていう話やとね、やっぱりやらへんなるもん。まあ、そうですね、うん、だからそうではなくて、例えばそれこそ春でも何でもいいし、そのインターフェースでずっと努力すれば少なくとも何かのアシストで改善する。それからさっきの、ポーランドの例でもやっぱり5ヶ月何の変化もないのにやっぱりずっとやり続けてるわけ、はいはいはい、でそれはまあ基金がやっぱり人を派遣してしっかりやったっていうのもあるけども、やっぱりその、やっぱりこの仕組みをちゃんとやってるからっていう希望があってやるわけで、ともかくまああと努力で何とかやりましょうっていう話ではないんですね。だからやっぱそこをね、やっぱり患者さんの気持ちを本当に理解してやってくれるようになってほしいなと思うけど、はいはい、ちょっと努力せやってそれは単純すぎますよね。あ、そうですね、それは、まあ、それと違うよね絶対。まあこんだから努力が結果としてどうしたら現れるかっていう、うん、どういうかな、メニューを提供する、それがその治療側の責務だと思うね。それは伏見さんも電気やらやってるわけやから、やっぱりああいうインターフェースなんかはね、はい、僕さっきの猿 の, 研究で一番驚いたのは、一本一本と僕ら習ってたのをやっぱりフィールドである程度やれる、パケットでポンと送るみたいな形なんですね、うん、まあ、それはそうなんですけど、送るのはパケットやけど、はい、その何ていうか記録するのは上の方で実際にこう動いてる人がどういう、どうですかね、フィールド、まあ、電気的なその一個一個の電気的活動ではなくて全体の電気的活動を上で調べるのと下で調べるのであって、でそれをつなげてしまったと。だからはっきり言うとほとんど一本一本つながってんけども、なんかこう訓練してるうちにそのなんとなく要するに自分でつなげていく。だから同じような系で言うと ALS の人はもう 全く動かへんわけですね。でそれを今まではアイトラックでこういろんな形で ABC をこうキーボードで打ってあったのを、はい、今は例えば、こういう脳波自体を使ってと思うと A が打てるようにしていったりとか、だからそういうどういうかな、テクノロジーね。で実際これ治験を見るとどこだろう、ここですよね、これ、あ、違う、これですよね、バイオエンジニアリングという知識系、フェーズ3はインプラントブルバイオスキャホールドマトリックスとか、まあ、これはスキャホールドですね。それから、実際にロボティックなやつとか、そういうようなものもあるんで、最終的には自分の足で歩くことやけども、やっぱり今、小林さんが言うみたいに、そのリハビリの、どういうかな、モチベーションを上げるっていう意味でも、もうロボティックスってものすごい重要じゃないかなっていう気しますよね。多分やらんより、やってないよりはやった方がいいと思う。いや、ロボティックスやったら、いやでも自分でやらないかも。そう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 。で、効果は必ず出るはずやから。
やっぱりそういう感じの、これですね。あと、まあ、スティミュレーションだけではなくてね、やっぱり自分の頭でそれをコントロールするようにするっていうようなことを、やっぱりなんかあのメニュー考えてくれとかね。だから医者だって、もう僕でもね、このある程度いろんなアイデア出てくるわけやからさ、そんなやっぱ専門家やったらね、もっとやっぱりこうここでいろんなこと考えてくれて、そうですね、言うのが大事だと思うね。あのこれしかできへんっていうのはもうあかんで、そら。リハビリ関係の先生とか、あの春の三階先生ですか。ああ、そうそうそう、春の先生なんかも来ていただくとね、ちょっといろいろ。春自体はしかし、あのブレインインターフェースはやってないですよね。やってませんね。アシストですよね。はい、だから、はい、あれをやっぱりそのブレインインターフェースみたいなもので、こう動かしたいという気持ちを、その、まあ、はっきり言うと脊髄から拾ってもらうのが一番いいんですよ。だからその切れるより上のところでの電波をうまく使って動かすような努力をしても、それをやっぱり、なんていうかな、それこそやっぱりその実際に脊髄を受けた人とやらないと、その先生らはできへんもん。そうですね、だからそういうところへんをもっとやっててほしいと思うけどね。まあそんな感じですね。一回それやってみたらいいかもしれない。そうですね、ロボティックス。ロボティックスも専門やから。いやいや、私はバイオの方です、実は。あ、そうか。ほな、まあ一応次は一回ロボティックスぐらいちょっとまとめてみるという話で、じゃあちょっと日本でもこんな人がおるとか、なんかいろいろ調べていただいたら、僕も論文としてチェックするんで。もう今日はちょっと時間伸びてしまったんですけども、しんどいので。どうもありがとうございました。いや、こちらこそ。必ずやりますんで。じゃあ、以上。